昨日もすっごく暑かったけど大丈夫？夏バテしてない？クーラーずっとつけてちゃダメだよ。って、私、お母さんみたいなこと言ってる。夏の朝って好きだな。なんだかすがすがしくて。小学生の頃も、ラジオ体操に行くまでの道のりが、すごく好きだった。やっぱりこの時間はすごく暑いね。食欲ある？冷やし中華とか、お昼はさっぱりしたものにしよっか。日が落ちて、少し涼しくなったけど、まだまだ暑いね。あ、スーパー寄ってもいいかな？アイスクリーム買って帰らなきゃ。今日も暑いけど、クーラーつけっぱなしで寝るのもね。あ、確か氷枕があるって、八千代さんが言ってたっけ。使ってみよっか。星座、詳しい？夏の大三角形ってあるでしょ？いつも、あれかな、これかなって、はっきりしなくて。今度、教えてくれたら嬉しいな。出かける前に日焼け止め塗らなきゃ。私、日に焼けると真っ赤になっちゃって。だから、塗らないと大変なことになっちゃうの。つるのちゃんね、夏休みの間中、ずーっと鏡の魔女の屋敷に通い詰めてて。八千代さん、安上がりなレジャーでいいわねって言ってた。クーラーが強いところに長くいたからかな。ちょっと寒くなってきちゃった。夏風邪にも気をつけなくちゃね。私ね、これまでは学校指定の水着しか持ってなかったの。こういう水着を着るのは初めて。変じゃないかな。可愛い水着に着替えたら海に行きたくなっちゃうね。あ、プールもいいな。いろんなプールがあるところ。なんて、欲張りかな。自由研究、ね。身の回りのいろんな食べ物の塩分とか糖分についてまとめてみようかなって思ってるの。つまんないかな。あの、夏休みの宿題、もう終わった？数学の問題集で、どうしても解けない問題があって、教えてほしいなって。今度みんなで海に行く約束をしてるの。フェリシアちゃん、サメを捕まえるんだって張り切ってたけど、そんなのいないよね。そうそう、最新号の雑誌にね、八千代さんの水着特集が載ってたよ。パレオとかワンピースとか、どれもすっごく似合ってた。浮き輪もう準備した？あと、ビーチサンダルも。あとあと、レジャーシートもいるよね。一緒に海に行くの、楽しみだね。あ、ぼーっとしてて、びっくりしちゃった。今度私も、冷えたジュースをピタッ。びっくりさせちゃおうかな。